久しぶりです。約4ヶ月ぶりのマイクラだね。いきなりモンハン投稿したかと思えばそれしかやらなくなったもんね。今はその話はとりあえず置いといて、前回言ったはずのイグルーの地下室になんでまた来てるんだ。動画撮影してない時にさ、醸造台取りに来たんだけど、撮った瞬間に消えたんだよね。しかもここ銀鮭は不死、やりたくないけど銀鮭処理と消えた醸造台を探しに来たんだよ。銀鮭って要塞の中で擬態してるんじゃないの？そう思ってついでに要塞探しにここに来てるわけだけど、地下深くなら割と出てくるのかもしれない。前にスライムちゃん掘ってる時にも出てきたし、もしかしたらこのサボテンに醸造台が当たって消えたっていう可能性は、植木鉢に入れてるサボテンには当てても消えないんだな。そしたらなんで醸造台消えたのかが全然わからないんだけど、ツルハシとか使わないで素手で取ったのが悪かったのかな。これは迷宮入りですね。それじゃあ銀鮭を何匹か買ってから今日の作業をしようかな。この近くに要塞ないのかな。僕の中では銀鮭は要塞の近くに出るっていうイメージだから。そういえば銀鮭って一匹はいたら他のやつも出てくるよな。お、出た。そうなんだよね。それが奴らの厄介なところだよね。しかもこいつら小さいから攻撃が当たりづらいんだよ。ちょっと待ってくれ。今この狭い部屋にたくさん湧いてきてない？うわ、地獄絵図だわこれ。やだやだ、気持ち悪い。防具つけてないんだからやめてくれよ。こんな風に群がってくるからこいつら嫌いだ。やばい、死ぬかもしれない。テーブルの下に隠れるなこの卑怯者。はぁ、なんでこんなことになるのかな。これで終わりかな。いや、まだ一匹いたね。もう勘弁してくれよ。もうやだ、帰りたい。この部屋、穴だらけになってしまったわね。この穴全部元銀鮭だぜ、霊夢。そう思うとゾッとするわね。まだ奴の鳴き声がするなぁ。一旦逃げるか。追いかけては来てないみたいだね。ただでさえ銀鮭嫌いなのに。あれ、なんか穴開いてない。見る前に周りを確認してからね。うん、わかってるよ。穴を覗いたら後ろから押されるなんてあってはならないことだからね。今は行けた気がしたんだけど。まだ残ってたのか。そのまま穴を覗かなくてよかったね。本当にその通りだよ。もう大丈夫っぽいかな。まだ鳴き声がするような気もするけど、さっと見て帰ろうか。もしかしたら洞窟に繋がってたのかな。うわ、これ洞窟じゃなくて渓谷だ。また探索が面倒そうなのが出たな。もういい、もうこんなところ来ない。撮影外で醸造台なくすし、銀鮭に襲われるし、実は撮影外で馬に乗ってきてたんだけど、たどり着けたまま馬行方不明になるし、バカ野郎。あれはワキキが初めて手名付けた馬じゃん。なんで逃がしたんだよー。ごめん、醸造台取ってすぐ帰るつもりだったから、紐つけなくてもいいと思ったんだよ。そしたら醸造台なくなるじゃん。なくなって慌てるじゃん。必死に探してもないからもう帰ろうとしたら馬いないじゃん。歩いて帰ってもう立ち直れなくなったよ。はぁ、あれから時間も経ってるからもう見つけるのは絶望的かもね。残念だが、諦めるしかないな。ごめんよ、結構可愛がってたから相当なショックだろうね。代わりと言ってはなんだけど、何か美味しいものでも買ってあげるから。ケーキ、はい。ワキキはイチゴの乗ったショートケーキが食べたいなぁ。わかりました。今すぐに買ってまいります。ちょっとは落ち着いた。うん、ほんのちょっとだけね。馬を逃がしたウプ主の罪は重いなぁ。確かにそうだね。とりあえず今回やることは、ここいらに作った建物とかの紹介かな。畑は少し大きめに作っていろんな作物が取れるようになってるよ。これで食料には困らないな。そして取れた作物は倉庫に移動させるよ。やっぱり取れた作物を入れると言ったら高床式の倉庫だよねー。というノリで作ったのがこちらです。うつ主にしてはまともなの作ったんじゃない？そうでしょ、結構自信作なんだよね。中身は空っぽだけどね。ああ、聞こえない。まあ、作物はたくさんあって困ることはあまりないからな。現実とは違って腐ることもないし。作物はたくさん作ると思って大きめの倉庫にしたんだよね。これからたくさん畑を使うから大きめに作って正解かもね。そういえばここをまだ紹介してなかったね。家の倉庫の場所を地下に移したんですよ。仕分けとか適当に突っ込んで、ここには比較的たくさん取れる。
石とか土とかを入れてるね。なんか変なものが混ざってた気がしたけど、見間違いでしょ。それならいいんだけど、仕分け機に仕分けられないものは全部ここら辺のチェストに入れてる。適当に入れすぎて何が何だか自分でもわからないけどね。次はここら辺、左手に見えますのが、商店街的なものを作りたかった結果、夜になると自動で閉店してくれます。そして右手にはアパート的なものを作りたかった結果、まだ完成してませんが、間もなくすれば完成になるでしょう。そして今気づきましたが、ちゃんと窓が南向きになってますねー。居住者はまだいませんが、実は完成前に入り込んできたやつがいます。こいつです。馬がアパートに住んでる。ここだけ床はこのままでいいんじゃないかな。さて、今回のメイン行ってみようか。実は前回行った砂漠とムーシュルーム等をネザーで繋げました。そして行き来できる橋を作っている時に見つけちゃったんだよねー。え、何を見つけたの？ネザーで見つけられるものと言ったらあれしかないよなー。そう、見えなかったけどここからかなり近いところにあったんだよね。本当に何が見つかったの？イグルーで醸造台を手に入れられていたらあそこに行く必要もなかったんだけどねー。ちょっと高所が苦手な人は注意する必要があるかもしれませんね。うわぁ、何これ？砂漠へと繋がる橋だよ。一歩間違えたら一発で終わりじゃん。そうだな、防具なしで落ちたらひとたまりもないかもなー。これねー、ハーフブロック置く前にピップマンが湧いててさ、そのまま直進したらピップマンに押されて落ちたんだよね。運よく生きて帰れたけど。おい、ブレイズに狙われてないか？そうだね、もう少し向こうに行ってから紹介しようか。この橋を完成させるのが今回の目的かな。この辺でいいでしょ。運がいいのか悪いのか、ネザー要塞見つけちゃいました。これで醸造台が作れるな。マジかよ、今まともな防具がないんだよ。こんな危ないところで作業するの？まあ、やるしかないよねー。要塞の真上を通っているから下手すりゃ落とされるけどな。うく主頑張れ、私は見てる。はいはい、いつも通り頑張らせていただきますよ。と、その前にこっちの方を見せておかないとね。こっち側には砂漠域のゲートとムーシュルーム島域のゲートを作ってあります。走っていくと結構距離があるな。そうだねー、トロッコとか設置したいけど資材が足りるかなー。まあ、資材は後からどうにでもなると思う。多分。今ガストいなかった。鳴き声は聞こえたね。遠すぎて映ってないみたいね。後から襲いに来るなよ。着いた？ここが確かムーシュルーム島へのゲートだ。今はむき出しの状態だから早く丸石とかで囲わないとな。うん、橋を作るついでにそれもやろう。ピップマンもこっちに来てるけど、橋完成と同時には突潰しもしないとねー。このピップマンが厄介なんだよなー。攻撃しなきゃいいんじゃないのか。それだけじゃなくて、一本しかない橋に湧いてきて動かないんだよ。さっきも言ったけどそれのせいで一回死ぬかと思ったからね。そして、砂漠へのゲートは？そうそう、こっちはまだほとんど手をつけてないんだけど、ちゃんと砂漠の近くにゲートを作っておきましたよ。こっちもそれなりに距離があるんだよな。ということは現実でよっぽど遠くまで行ったんだろうな。そうだね、8分の1の距離でこれだもんね。ほら、あそこに見えるのが砂漠域のゲートだよ。ちょっとした部屋みたいなところだね。これは作業が多くなさそうでよかったよ。おい、砂漠に到着。この砂漠は何のために探したんだっけ？砂を集めるためだね。ガラスが今足りないんだよね。まあ、今回は見るだけだから砂漠探検はしないけど、もしかしたらここから村人を家の付近に連れてくるかもしれない。そしたら賑やかになるね。そうだね、頑張るよ。というわけでここからはちょくちょくカットを挟みつつ、橋を作っていこう。うわぁ、これは大変ねー。これやりながら思ってたんだけどさ、他人のパソコンの左シフトを見て、異常に強く押されてる形跡があったらその人絶対マイクラやってると思うんだ。しかもかなりやり込んでる。確かに、左シフトは建築にかなり重要なキーだからな。これ話したら落ちるからねー。今更だけど、ブレイズは攻撃する時の音がするからそれをしっかり聞いてね。
あっついあっつい、あ、これまずいやつだ。お、ここなら来ないかな。あの左にいるやつが攻撃してきてるわね。っていうか、結構飛ばされるね。鍵にいたら確実に落とされるよ。的が小さすぎて弓じゃ狙いづらい。やれーた、あっついよ。頭の上を抜けていくと思ったのに。自分の当たり判定は意外と広いのかもな。そこまでは理解してなかったよ。うっわ、あっつな、死ぬかと思った。本当に危なかったね。まだ狙ってきてるし、防具ないんだから本当に勘弁してくれよ。防具作ればいいのに。ほとんどホッパーになったから無理かな。うわ、また撃ってきやがった。今度はやられたりしないぞ。目標は正面の一匹だな。え、マジ熱い。あーあー、知りたくない。また虫が人もいたなんて。僕は生きる、生きてみせる。ダメでした。死んでしまったよ、こんちくしょうめ。はあ、死んだせいでやる気なくしたから今回はここまでにしておこう。動画的にもいい感じの時間だろうし、場所的にアイテム回収は厳しいでしょ。というわけで今回はここまでにしたいと思います。とはいえ、この終わり方はあまりにもひどいので、次はできるだけ早めに投稿させていただきます。それでは次回もお会いしましょう。